Next up is、最初さんですね、はい、どうもよろしくお願いします。おはようございます。おとといですね、バングラディッシュから飛行機を3回乗り継いで帰ってきました、早稲田大学の最初敦義と言います。今日はですね、先ほどの桜の話ではないんですが、バングラディッシュ版ドラゴン桜の話をしたいと思います。僕はですね、バングラディッシュという国でプロジェクトを今していまして、バングラディッシュとの初めての出会いはですね、大学2年の時、失恋した時だったんですね。この中で失恋したことのない人っています？マックさん、失恋したらどうします？わかんない。僕その時ですね、やっぱり失恋したら修行の旅に出るだろうと、でですね、選んだのがバングラディッシュのグラミン銀行っていうですね、ほんの一冊の本の出会いだったんですが、すごい尊敬する人に出会いまして、こういう男になったら、一枚抜けましたね、パワーは。まあ大丈夫なんですけど、こういう男になったらあの彼女も見返せるんじゃないかみたいな男がグラミン銀行のムハマド・ユヌス先生だったんですね。でグラミン銀行行ってきまして、バングラディッシュこういうところなんですね。この船はですね、村に行くための船で、首都のダッカから乗るんですが、出た、ユヌス先生、最近ですね失脚されたんですが、この頃はですね、すごい元気でですね、すごいイケイケだったと。でも僕この人に憧れちゃってしょうがなかったんですよ。こんなやつになりたいと。そのために行ってですね、ぜひこのグラミン銀行で働かせてくださいと、男としての修行を積ませてくださいというお願いをしてきました。グラミンに入ってですね、いろんな村を回りました。でいろんな学校を回ってですね、どこの学校行ってももう生徒だらけなんですよ、こんなに。でどこ行っても先生が足りないっていう問題を常に聞いていてですね、国全体で4万人先生が足りない、農村部で。その一方で、農村部で4万人先生が足りないのに、首都部ではですね、これバングラデシュ、アジアの最貧国なのに予備校外があるんですよ。予備校、これ全部ヨゼミとかカワエみたいな感じなんですよ。でここにはですね、予備校外といえばやっぱりいらっしゃるのがですね、どうしたって予備校外といえば現れるのが有名講師の皆さん。英語といえばザハン先生とかですね、こういうですね、有名講師っていうのがいるんですよ、バングラデシュにも。本当に面白いですよね。日本でもいらっしゃるような有名講師みたいなのがバングラデシュバージョンでいらっしゃると。彼は英語のザハン先生です。そしてやはり国語といえばこの人、ガリフ先生みたいな人がいるんですよね。で僕が思ったのはですね、4万人の先生不足の農村のエリアに、こういう最高の先生たち、こういう有名な先生たちをどうにか送り込めないかなっていうことなんですよ。もうすぐ出てくるのがですね、社会の伊門先生。こういう先生たちをなんとか村に送り込めないかと。で4万人の先生不足解消できるんじゃないかって思いついたのが、高校時代のですね、僕の予備校の経験でですね、東進ハイスクールという予備校に行ってまして、DVD でやる授業の体系なんですが、こういうふうにですね、彼らの先生たちの授業を録音すると、録画したものを DVD クラスにして村に持っていこうじゃないかと。そのプロジェクトの名前が e エデュケーションプロジェクトだと。ちなみにですね、ここで撮影された授業がこの国で初めての映像授業だったんです。ここがですね、バングラデシュの最高峰のダッカ大学という、イーストオックスフォードと言われてすごい有名な大学なんですが、まあ、ここに入るのがみんなの夢なんですよ。ただしここに入るためには、さっきの予備校外を経由しないといけない。予備校外に行くには高いお金がかかると、農村の人たちは行けないんですよ。それでも夢を諦めたくないっていう若者はたくさんいるわけで、ここにガーッと集まってるのはですね、農村のまだまだ俺たちも夢にチャレンジしたいっていう高校3年生なんですよ。彼らと一緒にこの映像授業で、俺たち貧乏だけどダッカ大学目指したいよねと、不可能はないって世界に言いたいよね、僕たちのプロジェクトは始まったわけなんです。なかなか厳しいプロジェクトの始まりでですね、その勤めていたグラミン銀行と喧嘩してしまいましてですね、独立して独り立ちしてやっていくぞと、もう高校生のためだったら仕方ないというのが1年前でした。今ですね、これが村のボロ小屋を借り切ってですね、日本のツイッターで集めたパソコンを並べまして、こういうふうに高校生が授業を受けているわけです。ここですね、首都のダッカから
8時間ぐらい離れてる場所なんですよ、村。船で4時間、バスで4時間。そこに首都のダッカの先生がいるわけなんですよ、ここに。で、村の生徒が授業を受けてる。これっていうのはバングラデシュ的にはすごい、もう時空空間術じゃないですけど、凄まじいイノベーションだったと。で、この授業で勉強し続けた生徒たちがですね、約30名村で、うちの1期生なんですが、こういうムスリムのですね、女の子も来ました、教室に。で、やっぱこういう村の女性はなかなかですね、大学受験とか行かせてもらえないんですよね。お金かかるし、予備校行かなきゃいけないし。でもさすがにこういうところだったら来れるよね。うちのプロジェクトに参加している女の子の女性ですね。で、去年の6月に授業をスタートしまして、5ヶ月間ですね、もうたっぷりうちの映像授業で勉強してもらいまして、いよいよ11月受験シーズンだと。結果はどうなったのかと。あの30人の学生たちは一体どうなったのかと。皆さん気になっていると思うんですが、その中でですね、うちの期待の星だったボラルヘラルーディンという高校3年生がダッカ大学に合格いたしまして、ありがとうございます。そしてですね、先ほどの女の子の生徒もですね、あの国立の京都大学みたいなところがありまして、そういうところに合格しましてですね、他の30名中7割以上の生徒がいろんな国立大学に合格しました。本にもなりましたので、前前前というタイトルで今ただいま売り出し中ですので、これですね、さっきのムハマドユヌス先生がですね、僕にプロジェクトを始めるときに言ったんですよ。こういう映像授業のプロジェクトをやりたいんです、先生と。そしたらユヌス先生が言ったのが Do it, do it, go ahead、 前前前というわけで、その精神で去年1年間やってまいりました。不可能はないんだと、この世界にっていう精神をですね、どんどんこれからも皆さんに伝えていけたらなと思っています。不可能はないんだと。今回その僕が朝このメッセージを発するためにバングラデシュから帰ってまいりました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日すごいですね。もうすごいパッションですね。もう私もう疲れたですね。もう仕事できないかな。そういうだからだんだんみんな分かるね。すごいいいフォーマット、あの面白いメッセージできるですね。